ケジラミシリアスピュービスケジラミ症とは、ケジラミという吸血昆虫による性感染症である。成虫の大きさは1ト、mm、ルから2ト、mm、ルで、肉眼的には陰毛のモロコンにしがみついているときは、シミに陰毛を移動中には、フケにしか見えないため、発見には苦労する。成虫は陰毛のモロコンに、フック状の張り詰めで体を固定して皮膚から吸血する。 卵は陰謀に粘着している。潜伏期間は1ヶ月から2ヶ月とされている。なお、感染は保有者との成功を意とされ、そのため性感染症扱いされるが、実際には、集団で入浴するなどの場合にも感染する例がある、ようである。陰謀部の異常な痒みである。その痒さは、男女を問わず、人前で陰部をかきむしるほどと言われている。また、 吸血した皮膚より出血して、下着に血痕が点々と付着するので、血尿を訴えて罹患者が来院することがある。成虫の確認のみである。かゆいと思ったら、陰毛を根元から爪で吸いたり、抜いたりすると根元の卵を採集できる。紙の上で潰すと、生物的な破裂音がするので卵と確認できる。平安時代の絵巻物。 山井草子に描かれた影睨みを写された男帝網、陰毛を全部剃ること。成虫が生息できない環境にし、卵を陰毛に産み付けられないようにする。何かの事情で帝網できない場合には、次の二つの方法をとる。櫛でブラッシング。目の細かい櫛で陰毛を丹念にすくことで成虫を除去する。卵は除くことができない。殺虫剤。 商品名スミスリンパウダーを3日に1回インモーブに散布して成虫を殺す。2週間続ける。ありがとうございます。